が配られてるかと思いますけど、あ、もしかして、レジュメって配られてます？レジュメ配られてない。はい。よかった、気がついて。まあ、先に、じゃあ、レジュメが来る前は、こちらで見ていきましょうかね。日程など、一応確認という感じになりますけど、こんな、イメージかな。まあ、6月の16日から、スタートしてですね、まあ、毎週じゃないんですね、見ていただくとね。2週明けたり、8月なんかは1回だけだったりとかしますので、まあ、適当にちょっと間を空けながらやっていくっていう、そういう感じですか。9月の終わりまで一応全8回ですから、あるということだったりはします。まあ、一つのペースメーカーみたいな感じになるといいかなっていうのもありますので、ちょっと1回ずつの間をこう、飛び飛びにしてあるというのは、そういう理由だと思ってください。特に9月に入るとね、公開模試とかいろいろ始まってくるので、まあ、実際ゼミの中には一応レジュメはあるんですね。一応レジュメはあるんだけれど、そのレジュメをベースにしながら、ただ、後半の方になったら、ちょっと公開模試のところの問題なんかを取り上げてみたりとか、まあ、すでに終わったものについては取り上げてみたりとかですね、まあ、いろいろしていきたいなということも考えているので、まあ、その意味で、日程をある程度余裕を持って取ってあるということになりますか。毎週だとね、お互い大変でしょ。だから、一応ちょっと間を空けたっていう、そういう感じなんですね。以前は毎週やってたんですけど、そうするとやっぱりなかなか、参加されてる方もだんだん疲弊していくっていうのがあるもんですから、そこは少し間を空けながらという感じですかね。まあ、基本的には民法です。基本的には民法です。だから、表向きの看板としては民法のゼミだっていうことになってますけれど、なんか喋ってるうちにね、気がついたら違う科目のことを聞いたりすることもあるかもしれませんから、まあ、その辺は、まあ、いろいろなものが聞かれる可能性はあるんだとは思っててください。普段、そうね、まあ、合格講座の方だとピンとこないかもしれないけど、プレミアム合格塾とかそっちを受けてる方だと分かるかもしれませんが、結構授業中に質問するときの話は飛びますので、民法の話って言いながら憲法の話を聞いてみたりとか、全然違う科目の話を聞いたりってことは、まあ、一応想定の範囲内だと思っておいていただくといいのかなということなんですね。で、2時間でしょ？で、今回はこれ収録してるから、私は前に立って皆さん座ってって感じで、進めていますけれど、実際のこのゼミの場合はですね、まあ、人数にもよるけど、場合によっては教室の机をコの字型とかに変えちゃって、で、その真ん中というかね、そこの端に私が座って、直接私も座って、皆さんも座ってる状態で、話をしていくっていうような、通常の授業とちょっと雰囲気がそういう意味では違うかもしれません。で、今ちょうどレジュメをね、配っていただいてるんで、配り終わったら中も見ていただいたらいいかなとは思いますけれど、基本的にこれゼミですからね、しかも今回、質問シャワーゼミって書いてありますから、シャワーなので、これ参加されたらですね、もうちょっと参加する以上は、一つ諦めてきていただきたいということがありますね。何を諦めるか、当たらないということはないということは諦めてきてください。というか、当てるためにやりますので、全員に1人、まあそうだね、2時間だとどうかなとは思うけど、3、4問は当てるんじゃないかな。というか、ずっと当ててきます。私が授業するわけじゃないです。ひたすら当ててきます。ほら、答えてみろ、答えてみろ、ほらほら、みたいな感じでね。何わかんないのか、わかんないのか、こらこら、みたいな感じの、質問の仕方をしながら、まあ、これもプレミアムとか受けてる方は、なんとなくわかるかもしれないけれど、いろいろこうヒントも出しながら、なるべくその当てた人が答えられるようにとか、あとは、一応ね、毎回言うんですけど、パスは3回まで1回の授業で認めますから。だから、パスならパスって言ってくれれば、次の人に当てるとかっていうような感じでやっていくと思ってください。だから基本的にはもう質問のみです。で、質問に対して説明するものは説明はするけれど、私からとりあえず聞いたことを答えていただくっていうような状態で話は進んでいくので、通常の授業とは全く状態が違うと
というふうに思ってもらえるといいかと思います。だからすごい人数でやるって感じを想定はしてません。まあ、せいぜい20人ぐらいでやるようなイメージでやりたいなというのが、まあ、実際のところだと思っていただいたらいいのかなということなんですね。これね、質問に答えるっていうのが、いくつか効用がありますけれど、まず一つはやっぱり通常の授業だとこちらが説明したことを聞いてるだけって形になるので、実際に本当に分かったかどうかっていうのがなかなかこう確認できないっていうのがあるんですね。まあ、聞いたときは分かったような気になるのかもしれないけれど、そういううちに帰ってもう一回見たときに、ん?ってなるっていうような状態が、まあ、どうしてもそこで生まれる可能性はありますから、その聞いたことをひたすら聞かれる、知ってるはずのことを聞かれる。で、知ってるはずのことを聞かれながら、ちょっと話が飛んだり、こういう事例のときはどうだろうって話をしてみたりすることに、いろいろその場で考えて答えを引っ張り出してもらうというのは、自分の理解をきちんと理解できているかどうかを確認するっていう意味ではとてもとても重要な、これはプロセスの一つになりますし、それからいつも言うんだけど、民法でやるのはやっぱりね、記述の対策になります。択一だったら目の前に答えが5個並んでる中のどれかなんでしょっていう形で選びますので、まあ読んで判断するってことになるんだろうけれど、記述の問題ってやっぱり問いかけだけが与えられて、それに対する答えは自分で出さなきゃいけないっていうことになりますので、やはりそれはこうゼミの中で聞かれたことを答えるっていうような状態じゃないと、なかなか自分の中でそれを体感することができないのかなっていうのはあるんですね。だからこういうゼミに参加することっていうのは、もう一つの効用としてはやっぱり記述対策っていうところにつながるんだっていうことをちょっとね、念頭に置いといてもらえるといいです。あくまでベースとしてお話をしていく内容の、本当にこう一番民法で知らなきゃいけないことを聞いていくって形になりますので、まあ、最初からものすごく高度なことを聞くっていうような話ではありません。今回レジュメを配ってますので、それ中開けていただくとね、いいんですが、第1回がね、もう債権なんですよ。順番ちょっと組み替えてます。普通に相続からやらないです。第1回債権で、債権分野先にやってから相続物件って感じでやってきます。やっぱり大事なところを先にドーンとやりたいので、債権分野からやって相続物件行って、最後親族家族相続法まで一応全部カバーするような感じにはなると思いますけれど、まあベースで聞かれるのは、例えばこれ今2ページ3ページ開いていただくと、2ページが問題で3ページ答えになってますけどね、2ページの方に出てくるように、それぞれの論点の中で知っといてほしいことっていうのを、まあ、今回、基本の基って書いてありますが、そういったような項目の中で、まず質問事項いくつか挙げてきますから、ここに書いてあることはまずはちゃんと分かってなきゃいけないって話だし、まあ、それについてまず一通り、こう来てる方に聞いていくっていうようなことはもちろんやってきます。問題スタイルでっていうなら、次のページ見ていただくと、まあ、丸×チェックみたいな感じで、いくつかその基本の木のところで漏れてるものとか、それから問題形式の方が聞きやすいってものは丸バツチェックってところに入れてあります。論点によっては丸バツチェックしかないようなテーマもあったりはするんだけれど、まあ基本この2段構造になっていると。だからゼミの中では、まずはこの基本の木ってところをいろいろとアレンジしながら聞いていくっていう話だと思っていただくといいのかな。ここに書いてあることだけが聞かれるわけではないです。ここに書いてあることが質問のベースになるっていうだけだから、ちょっとそこから離れたことを聞いてくることもあるかもしれませんので、その聞かれた時に、うわーマジかって思ったりするのもすごくいい勉強になるかなっていうね。話がこう飛び飛びになって、普段の授業みたいにこう順を追って説明するのではないので、飛び飛びになって聞かれるからこそ、そこで聞かれたことが分かってるかどうかっていうのをしっかり確認するいい機会になるんじゃないかなっていう、そんな話だと思っていただくといいですね。まあゼミなのでね、そういった形で進めていきますので、まあ、実際になかなか答えられないとか、なかなかうわ何をこんなことを分かってなきゃいけないのかとか、いろいろ頭の中でごちゃごちゃすることも出てくるかもしれませんけれど、まあ
なんだろうね、こういう時質問するときね、こうゼミもそうだし、普段の授業なんかでも直前講座になると結構実は来てる方に直接聞くことが多いんですね。合格講座とか受けてる場合は、やっぱり初めて勉強してる状態なので、その状態で聞いてもね、わからないだろうっていう話であんまり聞かないんですけれど、直前対策講座とかになってくると、結構前の方に座ってると突然こう聞かれたりすることが、あるんです。答えられないことは別に恥ずかしいことではないので、答えられないんですけど何かっていう顔で答えてもらえればそれで構いません。いや、わかんないですけど、みたいな感じで、半分切れながら答えてもらっても別に構いません。わからないってことを分かってもらった方がいいので、この部分が分かってないってことをきちんと自分の中で把握するっていうようなことの方が大事ですから。分からないことが問題ではないんだというところは、ちょっと意識を切り替えておいていただけるといいかなというのもあります。範囲が広いでしょ？だから、自分がどこが分かってて、どこが分かってないかが分からない状態になるのが一番怖いんですよ。どこに穴があるかが分からないことになっちゃうので。で、やっぱり一番悩みなのは、直前期どこから手をつけていいか分からない、だってどこが分からないか分からないからっていう状態を避けるためには、一回ちょっと聞かれて答えられるかどうかで、その選別をしていくっていうのはすごく大事なことだったりはするんですね。なので、そういう機会として使っていただいたらいいのかなっていうのが、今回の、ゼミの目的だというふうに思っていただければいいかと思います。なんかね、参加したことにはなんかドーナツがある 話らしいので、よかったら食べてくださいね。今ね、食べていただいて、別にお茶も飲んでいただければと思いますので、ぜひ、そのあたりは、ご自由に、なさってください。普段のゼミの時はさすがにな、なんか用意できないんだろうな。昔、ゼミをやってた時は、別にこれはね、参加した人に持ってこいって言ってるんじゃないですよ。持ってこいって言ってるんじゃないんだけど、一人、栃木から来てるおじさんがいた時があって、その栃木から来てるおじさん、遠くから来るからなんですかね、毎回売店でなんか、栃木の方のお菓子を買ってきてくれて、なんか、いちごのお菓子とかね、そういうの買ってきてくれて、みんなに配るみたいな感じの世話好きなおじさんがいたんで、毎回なんか、ゼミの時にお菓子がすごくこうね、たくさん積んであるみたいな状態になったことも、あれは2015年ぐらいの時にありましたね。で、出張行ってきたんだって、赤福とか買ってきて、なんか赤福をみんなに配るっていう、なかなか銭やりづらいですよね。赤福食べながら銭ってね、すごい喋りづらい状態でやったこともありますし、なんかそんな少し普段の授業とは違った感じでやれればいいのかなっていうのがね、あるよということなんです。さて、今回ですね、ゼミのその目的とか、あとは、価格帯とかこのチラシの方に書いてあったりはしますので、そちらでご確認ください。一応通信もありますので、通学の場合も収録はしますから、収録している状態で、収録して私が座って喋ってるのが そのまま映ってるだけって感じになりますけれど、一応質問して答えてもらってる答えについては、正しいこと言ったら私の方でも復唱するんです。だから、その音声データだけ聞いてても、一応質問されてちょっと経つと答えが出てくるって感じで聞けるので、後で音声だけ聞いといてもらってもね、いい勉強にはなるかなっていう、そういう目的で通信講座もつけてるということなんです。あんまり映像を見てても面白くないかもしれないけれど、そんなイメージなんで、直接、もし、例えば休んじゃった日があったら、ウェブフォローでそれは確認できますから、参加しているようなつもりで、そのウェブの音声なんかをね、聞いてもらったら良いのではないかということです。DVD はないんだね。今回はウェブだけになっているようですので、そこは、DVD を希望される方は、ごめんなさいということになっちゃうかもしれません。さて、というので、日程と、あとは価格帯などちょっとご確認いただいてね、実際この無料体験会で今回配ってるのが、これが大体一論点ですけど、これで30いくつぐらいまであったかな。初回の時にまとめて全部冊子はお渡ししますので、それで8回分だっていうので、1冊の冊子で8回分という形で今回はお渡しすることになるかなと思います。で、これ2ページ開けていただくとね、重要度なんかもそれぞれ入れてありますし、テーマごとにそれぞれ内容が出てくるということなんですよ。なんだろうね、説明する話自体は、
大体そのぐらいでもう、あとあんまり言うことはないので、試しにやってみる？ 試しにやってみます？ね、せっかくだから、特にさっきまで授業にね、合格講座の授業出れた方はね、そこでやった話なんですね、これね。あえてそこをちょっとかぶせてみたんですよ。合格講座受けてた方が多分日曜日なんで出やすいだろうな。そうすると、ね、そこでやった話がそのまんまこう出てくるというのがいい復習になるんじゃないのって、まあ、今日ここから来た方、ここから来た方で、まあまあ、とても大事なテーマのところではあるので、そこの確認をしていこうって、そういうような目的のものだったりしますね。はい。というので、まあ、債権の目的、債務不履行、受領地帯って、そのあたり、だったりするんだけど、そうだね。これ一番でね、履行地帯の要件について説明しなさいとか書いてあるけれど、まあ、その大前提、みたいな話もちょっとありますよね。特定物とか、種類物って何だっけ？みたいな話とかさ、そういうようなものも最初の方で勉強してるはずなんです。だから、特定物って何だろう？みたいなところからね、ちょっと聞いてみます。まあ、今日意外と人数がね、多くいらっしゃったのであれなんだけれど、まあまあ、犠牲になるのは前の方の人でしょうね。ね、犠牲になるのは前の方の、そこのモニターから前ぐらいの方が犠牲になるっていうような状態なんでしょうね。尊い犠牲だということで、ちょっと答えていただければいいのかなと思いますけれど、特定物って何だったかなって、大体ね、真ん中のところに座ってる人から当たるんですよ。こういう場合は。なので、特定物って何だったっけなって。まあ何でもいいですよ。今、頭に特定物って言って思いついたようなものを言ってもらってもいいし、その説明みたいな話として答えてもらってもいいです。お、中古車とか、古着とか。あ、そうですね。どういう点でそれは、なんか共通する性質をそこ持つことになるんでしょうね。中古車とか、古着とかっていうのは。ああ、いいですね。そう。変えられないものとかね。ものの何に注目するんでしたっけ？よく教科書に書いてあるのに行くと、ものの何に注目するとかって言い方をするんでしまあまあ、特徴、ものの個性とかにね、注目するって、そういう話だったんですよね。種類物って言ったらどういうような内容を持ってたって話に、なってました。代わりが効くもの、そうですね。何と何に注目してるってことになるんでしょう。ビールが100本とかっていうような話だとすると、それは一体どういう点に注目して、売買契約において指定してきてるってことになるんでしょう。まあ、品質とか、そうね、特定って言葉を今使っちゃうとちょっとね、混乱する感じになるから使わない方がいいかもしれませんけど、まあ、品質とか、あとは数量とか種類とか、そういうものに注目するってことになるから、まあ、代わりが効くって話になってくるんでしょうね。なんだろう、制限種類債権って何だったかとかって覚えてます？ちょっと覚えてる？制限種類債権って何だったか覚えてます？制限種類債権。なんかちょっと初めて聞いたみたいなね。顔をしてますけどね。あなたさっきいたよね。ヒント。ヒントね。制限種類債権。やっぱりほら、種類債権って地球上這いずり回ってでも集めてこいって、そういうような調達義務があるんだけど、さすがに地球上を駆け回るのはしんどいって場合に利用するといいかな。だから、その調達してくる範囲を、そうそうそう、っていうことは、例えばどんな場合が考えられます？パス、あと2回だよ、もうパスは。あ、今日ガイダンスだからね、パス1回ですからね。嘘です。あと2回いけます。じゃあ、
2番目の方。っていうことではないです。種類が制限されてるんじゃないです。調達の範囲が制限されるってことになるので、例えばどんな場合があるかなって具体例がやっぱりそこで思いつけるとすごくいいんですけど。あくまでもその種類ではないので、種類に注目してるとか、いう話ではないんですよ。なので、調達の範囲って話になってくるから、そうするとちょっとこう、いい具体例が、出てくるといいなって話なんだけど、出てきます？なんか倉庫の中のっていうイメージですよ。倉庫の中にもち米が1トンあるんだったら、そこから50キロとかっていう形で指定をしてくるんであれば、その倉庫の中のものが全部燃えてなくなっちゃったら、もうもち米の調達義務はなくなるよっていう、そういう話だったじゃないっていう話ね。っていうことをちょっと思い出しておいていただいたらいいのかな。種類物の場合はどうやって特定するんだっけなんて話もありましたよね。特定する要は種類物債権の場合、もち米50キロ持ってこいって話になってたら、それに対して調達義務がなくなる場合、もうこれで特定したって話になって、調達義務はもうないです、代わりのものは持ってこなくていいですよって話になる場合っていうのは、まずその債務の内容で2つに分けるって話があったんですけど、どういう債務とどういう債務に分けるって話でしたっけね。なんか目が合っちゃったからね。あ、いいですね。取り立て債務と、もう一個。じゃあ取り立て債務で言ってみようか。取り立て債務の場合は、まあ取りに来るってことなんですよね。どういう状態であればそれはもう調達しなくていいってその引き渡す側は言ってもらえる。何やったらいいって話でしたっけ？ああ、いいね。なんか今、いい言葉が出てきましたね。まあ、分かんなかったら、言葉、こう、専門用語みたいな、まあ、その場で使う言葉が出てこなかったら、ひとまず一回、なんか、自分の中で分かる言葉で説明しちゃっていいです。選んできて。名前とかつけて。ああ、そうね。そうですね。まあ、選んできてってことは、何個かある中から、それだけこう、抽出するっていうような感じになりますよね。だからまあ分離するって話なんだ。で、分離して、で、あとは名札をつけてって言ってましたから、まあ名札をつけるとかなんとかっていうのは何をやるためにやってるかって言ったら、それは取りに来た時に渡しやすいようにしてるって話でしょうから、そうすると準備をするって話になるんでしょうね。最後通知は出てきたので、通知をするって、分離準備通知っていうのが揃うと、それでもう債務者としてやることはなくなるから、だから、特定したということになるんだっていう話なんですよね。なんていうの、こう、記述の問題でもそうだけど、言葉が出てこないなと思った時に、無理になんか自分の頭の中に浮かんだ専門用語で書くっていうようなことはしない方がいいのよ。大体間違ってるから。大体間違ってることが多いので、出てこなくて無理やり引っ張り出した場合は大体違ってるんですよ。違ってて、なんでその違った言葉を使っちゃったのかなってなるぐらいだったら、自分の中でこういうことやるんだよねっていうような、一般的な表現でまずは書き出してみるっていうことをやった方が、多分ね、正解をこう引っ張り出す時の一つのいい、まあ、段階を踏めるんじゃないかなとは思います。で、今みたいな感じでちょっとこう引っ張り出した言葉と実際の正解のワードをそこでリンクさせるっていうことができてると、自分の中で思い出す時にまずはそう、名札をつけるんだよねっていうところが出てくれば、そこから準備だって言葉が引っ張り出せるようになってるといいです。
最初から準備しか出てこないってことになっちゃうと、準備って言葉が出てこなかったらもう何も出てこないってことになっちゃうので、基本的に何だろう、こう試験会場にいる場合は、頭の中はまあね、もう一面の銀世界みたいな感じになりますから、試験場に行った瞬間に11月なのに雪がこんなに降ってるみたいな状態に頭の中はなりますし、考えれば考えるほど雪がどんどん降り積もっていくんですよ。どん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 雪が降り積もってって、その下の方にあるはずの自分の知識が出てこないって状態になるので、それ一生懸命こう書き分けてね、引っ張り出すってことができるようにするためには、今みたいなプロセスができてるとすごくいいんですね。なので、一個多分これゼミの中でこう質問して答えてもらったりするってことをやっていくと、おそらくそういうプロセスがうまく作れるようになれば、なんか今そうやって答えようとして頑張って一生懸命考えたことは、なかなか忘れないかなとは思います。来週聞いたら多分答えられるんじゃないかと思いますので、そんな感じですよね。ちなみに特定するもう一個なんだったっけ、今取り立て債務の話だけで終わっちゃいそうだったから、次ね、もう一個あったでしょ。もう一個の債務の場合というのはどういう場合だったかな、取り立て債務に対してっていうのは、ちょっとこっち行ってみようか。3番目の男性の方。いいですね。持参債務は、まあ持っていくって話ですよね。どこまでやったらじゃあ特定するって話になってるんでした。もう持参する。持参したとき何持ってってもいいでしょうかね。例えばビール1ダース持ってこいって言われたときに、現物を持っていく、まあ、空き瓶とか持ってったらダメですよね。一応、ちゃんとこう、債務者側としては、まあ、債権者から指定されたものを持っていかないといけない。そういう話になるでしょうね。まあ、ちゃんとしたものを持っていかないと特定はしないんだって話になるんだというのが持参債務ですね。ゼミの時ちょっと条文も持ってきてもらえるといいかなっていうのは、実際これ持参債務だよっていう話自体は、485条だったかな。485条と485条じゃない。484条。484条っていうところで、弁済の場所っていうような条文があって、その中で持参債務が原則なんだって話が出てきたりはするんです。だから時々そうやって条文も確認して、いきたいなとは思いますから、まあゼミの時は合格六法とかね、何でもいいので、条文民法の条文載ってるものを一冊用意していただくといいのかな。今はまあ持ってない方も多いと思うんであれですけれど、実際の時は持ってきていただけるとすごくいいって話にはなりますね。ちなみに特定したらどうなるんだったっけ？特定した時の効果っていうので、その種類物が特定しました。例えば取り立て債務の場合でね、本屋さんなり何なりのところで注文した品物が届いたから分離準備通知っていうので特定しましたってなったら、例えばその商品自体の所有権はどうなるんだったかな。壁側の3番目のね、白いシャツの方ね。分離準備通知って形で特定したはずのその本の所有者は、特定した段階で誰のものっていうふうに評価するんでしたっけ？まあ、要は本屋さんのものか、その注文した人のものかって言ったらどっち？そうですね、注文した人のものです。っていうことは、本屋さんはそれを保管するにあたって、どういうような義務を負うことになります？パスね、はい。どういうような義務を負うことになるかなって、まあ、その一個後ろまで行ってみようかな。そうね、全館注意義務を負うんだって話でしたね。民法400条ってとこに善良なる管理者の注意を持ってっていうような話があるから、まあ少なくとも、なんだろう、こう、うっかり壊すようなことがあってはならないぞ。
故意または過失っていう形で、壊すようなことがあってはならないぞ、ちゃんと雑誌はきれいな状態で管理しなきゃいけないんだぞっていう義務が負わされることになりますね。ちなみにそれ以外に全館注意義務が発生するものって何か他に何かあったかっていうことを思い出せるかな？全館注意義務っていろんなところに出てくるんですけれど、ああこういう場合も全館注意義務ってありますよねって話は、どうだろう、出てきます？なんかね、前列だけって言ったけど、その一個後ろまで行ってみようかな。黒いね、シャツの方ね。どうでしょう。全館注意義務が負わされる場合ってなんか。あ、いいですね。そう、素晴らしいね。留置権ね。留置権のようなものっていうのは、留置権を主張する側からすれば、当然他人のものを手元に置いてるから全館注意義務があるって、そういう話になるでしょうね。基本的に全館注意義務を持って保管する場合って、大体人のものを保管している場合なんですね。だから、これから先勉強する中に出てくるとしたら、例えば、賃貸借契約とかで借りてる人とか。当たり前だけど、全館注意義務を負わなきゃいけないって話になってくるんですよ。人のものを手元に置いてるから、人から物を預かってるような場合でもそうでしょうね。全館注意義務を負って預からなければいけない場合が出てくるってことになるんです。まあ、その辺は絶対ではないので、いくつかちょっといろいろ条件はあるけれど、まあ、全館注意義務っていうのは、人のものを手元に置いてる場合に原則発生するものって、ちょっと言うのも一緒にね、思い出せるようになってるといいかなっていうのはありますね。はい。そんな話をしながら、ちょっとそのレジュメの中見ていただいてね。右側はね、見ないで くださいね。折ってね、折らないとダメよ。折らないとダメですよ。それ、右側見ちゃったら全部答え書いてあるからね。まあ、以前は書かなかったんですけど、もうどうせ見るだろうと思って。右に答えを一切書かずに、レジュメを作ったこともあるんですけど、やっぱそうすると、ね、全部の問題に全部聞くわけでもなかったりするので、後でわかんなくなるとかいろいろあるといけないんで、一応書いておきましたけど、利口地帯の要件。要件ってね、どんなものがあったかなって、いうことを思い出せるかなってね。いう話をするとしたら、どうだと思います？2週目に入っちゃいましたね。弁済期が来てるけど、どうだ？あ、いいですね。履行期を溶かしたとか言ったりするけど、弁済期が来て、履行期が来て、履行と弁済って同じ意味なので、弁済期、履行期が来てるけど、対応してない。対応してない。で、それはやろうと思ったらできる、できない、どっちですか？できるね。そう、履行は可能だけどやってないって、そういう話ですよね。それに対して、その履行すべき義務を負ってる人は、非難される余地があるかないか。その履行がなされてない、履行期に履行がなされてないことに対して、どうだろう、その債務者側に責任があるかないかってさ、どっち。責任あるよね、そう、既責事由があるって、そういう言い方をしてきますよね。あとは何か、それに対して、違法ではないって言い方をしていくけれど、やってないけどおかしいわけではないっていうことが言えるっていう状態じゃなきゃいけないんですけれど、その履行してないことが違法ではないというのは、具体的にはどういうことを債務者が言えたら違法ではないんでしたっけ？遅れて、要は履行してないことは悪いんじゃないんだ、具体的に。こういう根拠があるからって言っていくとしたら何があります？あ、いいよ。でもそこまで出てきたからね。あとは後ろの人にやってもらいましょう。履行がなされてないことは違法ではないっていうのは、どんなことが言えたら、例えば、私やってないけど悪くないもんって言えるでしょうね。
まあ、不可抗力だっていう場合はまあそうなんだろうけど、一応不可抗力を置いとくとして、もうちょっと、不可抗力の話は置いとくとしたらどんなこと、制度としていけとしたらどんなことか、ね、こんなことが言えたら、いや今渡してないのは悪くないもんねって言えるかなっていう。パスしておきますか。どうでしょう。それはもう履行しちゃってるから、まだ遅れてしまって、まだ履行が可能だけど、履行はできてない状態の時に、いや、やってないけど悪くないもん。だってさっていうことを言っていくとしたら、だってさの後にどんな権利が出てくるかな。まあ、なんか権利があるんですね。そういうことを言える権利がある。まあね、ちょっと後ろの人に言ってみましょうか。もともとできなかったらね、それは遅れてるとか、履行が可能とは言わないじゃない。できるんだけど、今やってないってことを、でも悪くないって言っていかなきゃいけないから、2つあるのよ。2つ。2つ。ねえ。そうそう、意外とね、出てこないですよ。もうね、意外と出てこないし、今日授業でやったんだけどね、ね、いた方はね、やってんだけど、でも出てこないもんです。やっぱり、なんだかんだ言いながら、ばーっと話を聞いてると、まあ、なんとなくね、ああ、そうだったよなーって気分になっても、なかなかいざとなると出てこないかもしれない。留置権とかさ、同時履行の抗弁権とかがあれば、それは履行してないことは悪いことではないっていうことが言えるじゃないっていう話を聞きたかったんだけどって話なんです。はい、というのでね、まあ、今回は、いろいろとね、聞いて、非常に何でしょうね、こう緊張感が溢れる感じでやりましたけれど、まあ、今ちょうどやり取りしてたみたいに答えられないなと思ったら、ちょっとヒントを出したりとか、でそれからもう本当に分かんなかったらすぐパスしてもらっていいので、パスしたら次の人に行くからっていうので、ぐる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 何回転かさせて当てていきたいなっていうのが、まあ、実際のところではありますから、まあ、緊張して答える状態もすごく大事なの。どうせだ試験場に行ったら緊張するでしょ。緊張して、それで、答えが出てくるか、それでも答えが出てくる状態っていうのをきちんとやはり作っていかないといけないです。緊張しないことはできないので、絶対緊張するから、緊張しないで試験場に行く人はいないですよ。やっぱりその試験に受かりたいなと思って行くんであれば、大なり小なり緊張はするはずなので、緊張してる状態でちゃんと答えが出てくる状況を作るっていうのはすごく大事なんです。それは答えられて、多少追い詰められてね、 それでも答えを引っ張り出せるようになるかどうかってところで、一つトレーニングができるかなとは思いますので、まあ、そんなにね、言ってますけど、そこまで体育会系的な感じでゴリゴリやるわけではなかったりはしますから、まあ、あんまりね、ビビらせると誰も来ないとか、そういう状態になりかねないんで、今言ってて、ちょっと自分で反省しました。とても、エンジェルな感じでやりたいなと思いますので、ぜひね、来ていただければということです。まあ、今回ちょっと、レジュメの中一部だけ使ってね、お話を、心の準備もない中で、聞いてしまって申し訳なかったですけど、そういったような、今のような感じでやっていくんだっていうイメージをぜひ持っていただいて、ぜひやってみたいなと思うんであれば、6月の16日の4時半からになりますけれど、ぜひ、こちらゼミの方ですね、ご参加いただければというふうに思っております。はい、ということで、今回は、一応ですね、以上ですね、質問者はゼミの体験会どんなものなのかというのと、大体こんな感じで進めるんだよっていうのを、ぜひ、この動画を通じて確認してもらえればなということで、お話をしてきました。一旦私の方からは以上です。じゃあ、お疲れ様でした。